マタイによる福音書。マタイによる福音書。マタイによる福音書。カタマサイアン・ユアン・ジャライオンは、新約聖書に収められた四つの福音書の一つ。伝統的に、マタイによる福音書が、新約聖書の関東に収められ、以下、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書の順になっている。呼び方としては、マタイの福音書。 マタイ福音、マタイ伝などがあり、ただ単にマタイと言われることもある。日本ハリストス聖教会では、マトフェイによる聖福音、またはマフェイによる福音書という。本書の目的は、イエスこそがモーセと預言者たちによって預言され、約束されたイスラエルの救い主、キリストであると示すことにあり、イエスにおいて旧約聖書の預言が成就している子を示すことであった。 マタイによる福音書には、旧約聖書、キリシア語約、七十人訳の引用が多く見られるが、それらはイエスの到来を予告したものとして扱われている。旧約からの引用箇所は六十五箇所にも上り、四十三箇所は、地の文でなく語りの中で引用されている。この福音書の狙いは、私は廃止するためでなく、完成するために来たという言葉に、最もよく表現出ている。 マタイによる、福音書は、イエスはキリスト、救い主であり、第1章1から17節の系図によれば、ユダヤ民族の父と呼ばれているアブラハムの末裔であり、また、イスラエルの王の資格を持つダビデの末裔として、示している。このようなイエス理解から、ユダヤ人キリスト教徒を対象に書かれたと考えられる。また、反ユダヤ的色彩があり、そのユダヤ人間が、 キリスト教徒、特に中世のキリスト教徒のユダヤ人に対する視点を歪めてきたという説もある。イエスの多くの言葉が当時のユダヤ人社会で主導的地位を示していた人々への批判となっており、偽善的という批判がそのままユダヤ教理解を歪めることになったというのである。しかし、実際にはユダヤ教の中でも恩恵派というよりは急進派。 過激派とも言えるグループがキリスト教へと変容していったとみなす方が的確である。本文からは、マタイによる福音書の正確な成立時期については聖書学者の間でも意見が分かれている。遅くとも期限85年頃までには成立したと考えられている。マタイによる福音書自身には著者に関する記述はない。この福音書の著者は、 教会の伝承では徴税人でありながら、イエスの招きに応えて、使徒となった、マタイであるとされている。その理由として、福音書の特徴より著者が、ユダヤ人クリスチャンであること、旧約聖書についての知識、興味があること、立法学者の伝承に通じていることが挙げられ、内容的に、金銭問題や、徴税人について、数多く触れられていることなどが挙げられる。 一方、近現代の高等批評の立場に立つ聖書学者の多くは、この伝承を疑問視している。現代、高等批評の立場に立つ学者たちに最も有力な仮説とみなされているのは二資料説と三資料説である。二資料説では、マタイによる福音書は、マルコによる福音書とイエスの言葉量、五六、ドイツ語のける厳選から旧資料。 仮説上の仮想資料で存在が証明されていないという名前で呼ばれるから成立したと考えられている。また3資料説では2資料、マルコ福音書と旧資料に加えて M 資料というマタイによる福音書独自の資料、例えばマタイ16章の教会の土台に関する箇所なども執筆時に参考にしていと主張している。ただし、伝統的な聖書信仰の立場に立つ。 福音派の多くは、このような高等批評の立場に立つ学者たちの仮説は、受け入れていない。マタイによる、福音書は構成上、5つの部分に分けることができる。マタイは、イエスが旧約を廃止しに来たのではなく、その目的に導き、成就させに来たことを示そうと努めている。参照、マタイ5時17分18。さらにマタイは、イエスの教えだけでなく、 イエスの生涯そのものが、旧約の成就であることを強調している。参照、このすべてのことが起こったのは、ある字が、預言者を通して言われていたことが実現するためであった。マタイ1時22分ほか、数箇所ある。マタイ福音書は、すべてがギリシャ語で書かれているわけでなく、マタイ福音書5章22節で、 ロカというアラム語をギリシャ語に翻訳しないで、アラム語の発音をそのままギリシャ語に音写しいる。ちなみに、他にも、エリ、エリ、ラマ、サバクタニというイエスの言葉も音写である。新約学者の王、クルマンは、ここから、マタイはアラム語が通じる相手に語っているとしている。マタイ福音については、もともと何語で書かれていたのかが、最も議論となる問題で、 伝承では最初アラム語で書かれ、ギリシャ語へと翻訳されたとされている。しかし、マタイによる福音書がアラム語で書かれたなら、シリアなどでは他にもよく読まれたヘブライ人の福音書などがあったにもかかわらず、マタイによる福音書だけがすぐに西方で受け入れられており、また、ギリシャ語の古い版を見ても翻訳らしいことがわかる部分はほとんど見つけられていない。未だにアラム語の マタイによる福音書は発見されていない。マタイがユダヤ人を対象として福音書を書いたとはいえ、福音書が書かれた頃にはヘレニズム世界に住むユダヤ人の多くにとて最も馴染み深い言葉はギリシャ語であり、特にエジプトのアレクサンドリアのユダヤ人共同体は世界最大規模であった。例外がエルサレムであり、そこでは様々な文化的背景を持つユダヤ人たちが暮らし、 アラム語が共通語となっていたと考えられる。ユダヤ人対象に書くにしろ、あえてアラム語で書く、積極的な理由を見つけることは難しい。そう考えると、初めからギリシャ語で書かれたという方が、辻褄が合う。このような論理展開から出た、オリジナルイコール、ギリシャ語という結論に対して、別の角度からの反論もある。それは、書福音書の成立の過程を、 に資料説から離れて再検討しようという考え方である。それによれば、に資料説の考え方とは逆に、マタイ福音が初めに書かれ、マルコがそこから引用したとする。すなわち、マタイ福音は、もともとアラム語で書かれたが、マルコ福音書の成立後にギリシャ語に訳され、その過程で、マルコ福音書が参考にされたという説である。マタイ福音書、前線十一節のうち、 387節のみが独自のもので130節がマルコ福音書と共通であり184節がルカ福音書と共通している。マタイによる福音書の関連作品として以下のものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。